はい、皆さんこんにちは。今日から4週目が始まりました。割とあっという間ですね。ただ今週はかなり地味な回になりそうです。もちろんやりたいことはいっぱいあるんですけど、とりあえず急いで準備したいのがフェラル拠点の強化ですね。前回のフェラルは火力が足りなくて、おかわりどころか1回目の乾燥すらままならなかったんですよね。なので4週目は今の拠点を強化してしっかりおかわりができるようにしていきたいと。ただそのためのやることってコンクリートミックス作るための採石と炭鉱を作るための鉄掘りでしょ。あとは車解体してバッテリーとエンジン探しですよね。下手するとこのままフェラルとかありえそうですよね。ただまあ次のフェラルまでリアルタイムで7時間ありますからね。せっかくなので作業途中で会話とか挟みながら今日の動画にしていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。本日は28日第4回フェラルの日になります。いやー、本当に約7時間何もないとは私も思いませんでした。会話もですね、いろいろ話したいことは整理したんですけど、単調な作業だと無心でやっちゃうから言葉が出ないんですよね。ただ無心でやっただけにかなり拠点も強くなりましたからね。早速拠点の説明をしていきたいと思います。で、今回の拠点はですね、前回のブレードトラップで削りきれなかったんですけど悔しいので、今回ブレードトラップ6つ設置いたしまして、今回これで、リベンジをしていきたいと思います。で、前回と違うところはですね、今回ゾンビの入り口は今回ゾンビの入り口はここになってます。ここからゾンビが入ってきて、そこに扉があるんですけど、そこの扉に向かってゾンビが行くと思うので、行く間にブレードトラップに刻まれるという流れになってます。で、今回の床についてはコンクリートブロックの形をですね、支柱の形と4分の1ブロックの形を組み合わせて隙間ができるようにしてます。なので倒された時にゾンビの犬とかはここの間から落ちて腐肉回収ができるんじゃないかっていうのと、人型ゾンビはアイテム、黄色いバッグですね、落としてくれる時があるので、それが下に勝手に落ちてくれるんじゃないかと、いう算段で床の方もちょっと手を加えております。それでですね、前は分かりますか、上の方のぽっかり穴が開いてるところに、ロボスレッチ君がいて、ゾンビが、上に登ってきてロボスレッチ君が叩き落とすっていうループ拠点にしてたんですけど、今回もそれ生かそうかなと思ったらですね、ロボスレッチ君で倒されたゾンビって生死にかかわらず硬直状態でこの間をすり抜けて地下に行っちゃうということが分かりました。で、ここの扉の先なんですけど、地下につながってまして、こんな感じですね、広々とした空間になっています。で、ロボスレッチ君はここに待機中ですね。で、上からおそらくボロボロアイテムと、フニ君が落ちてくると思うので、今日はそれを、回収していきたいと思います。あとはその4分の1ブロックと、支柱ブロックで隙間ができているので、ここの間からブレードトラップが直すことができるようになりました。炭鉱も見てください、151個集めましたからね、これなら多分朝まで持つと思いますので、ガンガンゾンビを倒しておかわりもいっぱいしようと思います。それでは第4回フェラルフォード VS 薬莢の動画をお送りいたします。よろしくお願いします。はい、それではフェラルフォード来ます。うわー、音変わった。とりあえず地下でアイテム回収最終的にはするんですけど、まずは上から様子を見てみよう。あー、いいですね。おー、よしよしよし、まず1体。おー、うわ、警官ゾンビ、いやわうわうわうわわうわうわうわ激しい激しい、まあ、落ちてこないけど拾えますね。うわ、
あらら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 、怖いよー。わあ、すごい。でもかなり削れてる。わあ、音が近くて怖い。イエーイ、粉肉回収、余裕余裕。痛々しいな。あらららららら。いてててて、あー、いるわわわわわ、なんでどっから入ってきた君たち。おいちょ、ダメ、なになに、飲んで、はぁ、どっから入ってきた。あー、一箇所開いてるし穴。ダメ、待って、やばい、なんか叩くやついるな。わ、ダメ、うわー、鳥まで、あ、壊れましたね。直しましょう。うわー、扉一個奥につけちゃったからな。しかしすごい勢いだな、ゾンビ。止まる気配を知らない。うわー、めっちゃ腐肉取れる。うわ、なんだ、うわー、すり抜けてきた。おい、なんですり抜けてくんの。あー、終わったー、終わったー、あぶなー。よし、じゃあ今日の成果ですが、見てください、このくらい集まりました。だから物が取れるので、それはかなり大きいですね。ほぼ全部取ることができましたね。あとは見てください、腐肉、犬と鳥からかな、取ったやつなんですけど、いやー、1セット125個にプラスアルファ22個、あと骨とか石とか皮とか羽も結構取れましたね。まあ途中犬の乱入がなければもう少しさばけたとは思うんですけどね、ちょっとそこが悔しいですね。まずはここですね、犬が大量に入ってきた場所ですけど、いやー、今奥にブロック1枚ありますけど、これは急遽フェラル中に設置したやつなので、手前にコンクリートブロック1枚分の壁しかなかったんですけど、ここから入ってきたと。ここをちょっと強くするか二重にするか、ゾンビの優先度的にここがどう見られてるのかよくわかんないですけど、とりあえず固めてみて、次のフェラルでここ叩かれないかどうか、様子を見てみようと思いますね。あとはこの扉ですね、あの最初の説明の時に分かってた人は多分結構いらっしゃったかとは思うんですけれど、これ実は扉二重になってて、私間違って金庫用の扉を手前につけちゃったんですよね。で、金庫用の扉って耐久値が7000あって、コンクリートブロックよりめちゃめちゃ硬いので、ゾンビがここに来てくれないっていうのを設置した後に分かったんですよ。それですぐ後ろに
この耐久値2500の鉄の扉を、急で設置したっていうところがありまして、この金庫の扉は破壊するのに時間もなかったので、ちょっとこのまま設置した状態でやってたんですけど、ゾンビがここの奥1マスに入っちゃうとブレードトラップが届かないかったですね。まあ、言われてみればその通りだったんですけど、これもちょっと次回までにちょっと設置し直します。あとはなんでかわからないんですけど、鳥がこの4分の1ブロックの隙間抜けてこれましたね。なのでもうちょっと鳥対策なんとか、上に天井つけるなりで対策をしていきたいと思います。いや今回はいけたと思ったんですけどね。いやゾンビの量もすごくて、とてもおかわりどころではなかったですね。いや悔しいので、ちょっと次回はこの形をさらに完璧なものにして、ちゃんと動くような拠点を考えて、また対策練っていきたいと思います。では今日の動画はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。